皆様こんにちは。本日のオンライン会見を始めていきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、下地美京でございます。今日はこれから石垣島に、街頭演説の日帰りの、行ってまいります。とにかく機会を見つけていろんなところに参加して私の気持ちを訴える、その作業をこれからもしっかりとやっていきたいと思っております。もう明後日が告示ですから早いものですね。またしっかり頑張っていきたいと思います。まあ初めの頃はですね、下地美京本当に出るんだろうかっていう声がいっぱいありましたね。しかしそれはもう今は払拭されていると言っても過言ではありません。もうそういう意味でもまあ初めはいろんなことがありますが、この告示入ってからが本物の戦いが始まるなというふうに思ってますから頑張ってきます。ありがとうございます。はい、皆さんそれでは質問コメントお待ちしております。よろしくお願いします。質問が来ています、はい、外戦車が少ないですねというコメント。外戦車が少ないですねという。少ないですね。これはもう向こうは、自民党と公明党、県会議員のものから市会議員のものからいっぱいありますが、うちはそこまで多くはないですね。まあ、それは仕方ありません、もう物量作戦では自民党から共産党までもうお金と人をぶち込んできますからね。まあ勝てるところでやりましょう。政策とか、こまめな集会とか、私たちが得意とする分野をしっかり伸ばしていきたいと思います。外戦車はすいません。皆様質問コメントお待ちしております。よろしくお願いします。目をパッチリしろと言われてますが、昨日寝てましたね、会見の最中。本当に許されないことだと思います。はい、質問が来ています。佐喜眞さんの総決起大会はご覧になりましたか？感想を聞きたいです。まあ、YouTube やその他のもので見させていただきました。自民党らしいダイナミックな総決起大会だなというふうに思っています。まあ非常にお金もかけて、動員して、まあ集まっていらっしゃるということです。まあ、5000人ぐらいは集まられたんじゃないかと思いますが、まあいい大会だったんじゃないでしょうか。私がコメントする立場にないのでそれしか言えません。はい、ありがとうございます。続いての質問、皆様質問コメントお待ちしております。よろしくお願いします。皆様質問コメントお待ちしております。よろしくお願いします。
様、質問コメントお待ちしております。よろしくお願いします。はい、質問が来ております。自転車内で島内をくまなく回っているそうですが、反応はいかがですか？反応は非常にいいんじゃないですか。多くの人たちに手を振っていただいたり声をかけられたり、非常にいい反応があると思いますよ。まあ、自転車であれだけ1日12時間近く漕いでますからね、いろんな人と身近に接することができるんで、体力があるということは本当にお父さんお母さんに感謝ですね。ありがとうございます。コミュニケーションしっかり取れてます、自転車で。はい、ありがとうございます。皆様、質問コメントお待ちしております。よろしくお願いします。質問が来ています。25日の予定を教えていただきたいです、ということです。あ、25日の予定はですね、25日の午前3時ごろ流そうかなと思ってます。こうお楽しみに。はい、ありがとうございます。皆様の質問コメントお待ちしております。よろしくお願いします。はい、質問が来ております。バリの兄貴とはどのような経緯で対談したんですか？私の友人が、バリの兄貴を尊敬しお付き合いをしている、その経緯があって対談することになりました。その友人の名前を本人が明かしてもいいというなら明かしますが、非常にバリの兄貴との関係は横でいてても近いなというふうに感じました。まあ、またバリの兄貴の平和に対する思い、考え方、非常に良かったですね。心から感謝しています。はい、ありがとうございます。皆様、質問コメントお待ちしております。よろしくお願いします。質問が来ています。
今回の選挙は SNS を多方面で活用していますが、この仕掛け人は誰ですか？あ、これもお世話になっている方がいて、非常に的確なアドバイスをしていただいているんですけども、またその人の名前も、またその人のご了解いただかなければ言うことができませんが、ただ素晴らしい、尊敬できる人だと思います。はい、ありがとうございます。皆様、質問、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。皆様、質問、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。はい、質問が来ております。選挙戦まであと2週間ほどですが、どういった選挙戦を展開すると、する予定でしょうか？まあ、私の特徴であるのは自分で出向く。相手チームは巨大な組織を持っていますから、相手が集めて呼ぶという形ですけど、私の場合はそういかないんで、自転車で丁寧に丁寧に声を聞きながら歩くというようなことをやっていこうと思っています。またそのことが一番元気が出るというふうに思いますから、それをやります。はい、ありがとうございます。皆様、質問、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。はい、質問が来ております。沖縄予算がまた削られたと新聞で見ました。国は沖縄の人たちの思いをどう受け止めていると思いますか？思いを受け止めてないからこんなに切るんでしょうね。ひどい話です。これだけ予算を切るなんて、沖縄こんなに困ってるのにね。しかし昔の自民党とは全然違いますね。もうそれは言えると思いますね。はい、ありがとうございます。質問が来ております。自転車は電動ですか？気合い入りです。気合い入り、気合い、気合いがあの中に入ってます。はい、ありがとうございます。続きまして、ホームページの質問箱よりギマ様からの質問です。下地さんの普天間基地の軍民共用は米軍管理ですか、それとも日本管理ですか？日本管理です。はい、ありがとうございます。皆様、質問、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。はい、質問が来ております。通販をよく利用しますが、本土は送料無料でも沖縄は送料がめちゃくちゃ高くなったりします。こういうものもどうにかなりませんかという質問です。そうですね、一回郵便局の場合には送料について調整したことがありますから、まあ、クレナコヤマトさんとか佐川さんとかこういう人たちの、立場も考慮しながらちょっとこのことについて考えてみたいと思います。はい、ありがとうございます。
皆様、質問コメントお待ちしております。よろしくお願いします。皆様、質問コメントお待ちしております。よろしくお願いします。はい、質問が来ております。今後、宮古入りする予定はありますか？あと1回あります。まだ決まってませんけど。もう一回宮古入ります。はい、ありがとうございます。続いての質問です。沖縄予算が削られると新聞で見ました。国は沖縄の思いをどう考えていると思いますか？難しいけど、結果から見るとこんなに削っちゃうんでね、本当に沖縄のことを思っているのかどうなのかという疑問を持ちますね。近頃は制度設計の時でもそうでしたけど、やっぱりもうちょっと沖縄に寄り添いながらやるべきだと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、それでは、本日のオンライン会見の終了の時間となりました。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。